私、高校時代の担任の先生のことが大好きになったんですね。その先生が写真が好きだったんです。その影響でね、写真始めたんです。その先生が言ってたことが、その人本来が出てくるのを待つんだよっておっしゃってくださったのが今もずっと残ってます。その人の本来の本当に素敵なキラキラを出させていただいて、お話しすることでその人の魅力を引き出させてあげるっていうのが写真の魅力で、そうしたらその人、あ、私ってこんなに素敵なのって言って、ちょっともう例えばもう年取ったし全然もう一つ最近良くないんだとか言ってても、あれ、私ってなかなかまだイケてるやんとか、お、これかっこいいとか、そういうふうに思ってくださると、そのご家族とかお友達とかも喜んでくださって、もちろん私は嬉しいし、そういうふうに喜びがね、写真一枚ですごい広がっていくっていう感じがすっごい大好きです。子供が3人いまして、1人目も産んだ時も、2人目産んだ時も、3人目がお腹にいる時も全然写真をやめなかったんですね。母に預けてとか、いろんな施設にちょっとだけ預かってもらったりとか、今でも先輩方が言うのは、私がリュックサクショって2人の手を引いて、お腹大きくて、とか、それとか前に抱っこ紐で、それでも撮影に行ったりとか、写真の勉強会に行ってたことを今でも言ってくださって、お前頑張ってたなって言ってくださるんですけど、私はその時別に壁とも何とも思ってなくて、一生懸命普通にただ写真が好きだからやってきたなって思ってます。出版社のコンテストがあって、そのコンテストに、応募したら写真集にしてくれる、そして個展で全国回ってくれるというのがあったんです。でそれも締め切りがあと5日ぐらいだったんですね。で、と思って、こんなのあったんだと思って、今から応募できるものと思って、前にその自費出版したものと、それから自分でプリントした白黒プリントとかをたくさん応募したら、なんとなんとグランプリをいただきまして、そして、それが、そこの出版社から出た宝物の You are my treasure っていうタイトルの本になりました。それはやっぱり自分の子供たちを撮ってきた写真なんですけど、もちろん子供の記念でもありますが、私の母としての仕事、そして写真家としての仕事が両方融合した作品になりました。500円キャンペーンっていうのをやってるんですけども、500円って何って思われると思うんですけど、これはまず私のことを前から知ってた方も知らない方も、じゃあちょっと撮ってもらおうかなって言っていただいて、でそこをまあ取っかかりにして全力込めて撮らせていただきます。そしたら大体ほとんどの方、もう 90何%の方が気に入っていただいて、あ、でもこの写真全部欲しいですって言ってくださるので、今までだったら、お付き合いできなかった方々とか、今までも私は写真をやってるけども分かってなかったとか、頼めなかったというか頼まなかった方々にも写真を撮らせていただく機会ができたので、その分こうものすごく頑張ってこっちも撮ってるので、いろんな勉強にもなって、プラスもう素敵な、またまた、あ、この人にもこの人にもこの人にも素敵な笑顔と内面があるなっていうことを毎回実感させてもらって、もう嬉しくてたまらない今状態です。私が世界に対してやれることを、私は世界をハッピーにしていますっていうのが私の使命だと思って、これがこの本当に1ヶ月2ヶ月でものすごくはっきりしたんですね。私がもういるだけでハッピーにするってことが、もちろんそれが一番最高なんですけども、でも私は写真をというのを持ってるので、カメラで人をハッピーにする、そしたら私ももっとハッピーになる、その人の周りの人たちもその写真を見てハッピーにするなるということで、世界にハッピーが伝播していくっていうのがやっていく。だから私はもう大阪でも撮るし、ちょうど昨日沖縄から帰ってきたんですけども、沖縄の人たちと一緒にハッピーになっていくし、そんな風に世界中にも今までも行ってるので、その世界中の人たちのハッピーを増やしていく仕事にしていきたいなと思っています。